序盤首相7つの施策の中から3つが話し終わりまして、いよいよ残る4つに入ってまいります。まず勢力ですね、それから根拠、さらに目標、残るのが方位と、この4つの話を主体にしてお話していくつもりです。勢力の第1代です。星打ちに始まっておりますが、お互いに小目へと転じてまいります。難しい定石になるんですが、つけましたね。この定石っていうか、ここのところが第六巻の実践三四局に現れてまいりますので、第二巻のこの話と合わせてお楽しみ願えればと、こう思っております。これはもう跳ねる一手ですね、はい、そしてつなぎ開く、ここですね問題は、はい、次の一手をどこへ打つかという、こういう問題になっております。黒線、次の一手です。これは大方の予想はこの辺りに目が行くんじゃなかろうかと思います。というのは、白がそこ辺りを打ちますと、なんといってもこちらへのかかり、それからこちらも良くなってくるという見方によっては一石二鳥のような意味がありますので、この辺に黒が打ちたいという気持ちはもう痛いほどよくわかるんですが、正解はここではありません。遠藤さんにやってもらいましょうか。そうですね、もうアマチュアでも上手な方になるとこういうところへピタッと目が吸い付いたように行くんですね。こんなところをまるでこんな硬いところを押したってしょうがないように思うし、第一これずっと伸びられていかれても、必勝線っていうのは4線上、その上の超必勝線を白が伸びていっちゃうんだから、こんなところを押してどうなんだろうって思われる方が多いと思いますが、実はこここそ勢力の大急所にあたるんです。これはなかなかよほど勉強しないとそういうことが分かりにくいんじゃないかと思いますね。まあとにかくここへ打つ、それじゃあこういうとこへ打っちゃどうなんだって、こういう質問ありとすればですね、次の城の一手もこれも決まってるんですね、はい、これも遠藤さんならすぐ目がつく、そういうことですね、ここがつまり、敵味方の急所の一点にあたるわけですね。これつまりこの黒対この城の競り合いの急所なんです。ですからここでもまあこういう形が浮かびますと、まあよくほとんど考えもしないでポーンとこう飛んじゃってかっこいいだろうなんてこう思ってる方がいますが、大変なこれは間違いでしてね、伸び切りなんか打たれちゃもうプロの目から見たらなっちゃないって言ってもいいぐらいなんですね。こんな方をしてかっこいいように思っている方は結構おられますけどね、これはもう大変な間違い、こういうのはもうこの頭の争いなんですね。そうここへ跳ねて、で跳ねた時に白にここへ切られてどうなんだろうと、そういう心配がない限りは跳ねるもんなんです。でここでこうシチョウに取れるのは誰が見たって簡単ですから、もう当然これは跳ねなきゃいけない、切られる手が心配なきゃ跳ねるよりしょうがないっていうぐらい、そうすると白も跳ね返すと。でこういう時でも黒がですね、跳ねたからほい伸びろってやるのがもう一番いけない、もう悪癖と言いますかね、ここを考える場なんです。何を考えるのかというと、こう切る手があれば切る手が最強手段になるわけです。でシチョウあたりがありますから、こうちょうど黒が逃げられますからね、下駄もかからないしということで、白もうかつに跳ねると切られて果たしてどうなんだろうということがありますね。だから、白が跳ねるって少しこれ躊躇するぐらいので、こういう時はこう打っても、あるいは
許されるかもしれない。しかしたとえ主張が悪くて切られても、まあこういうふうな戦いでやってみたいという気持ちはしますね。っていうのはこの当たり一本がすごい値打ちなんです。この当たり一本っていうのはですね、次と変わりまして、ここをよくご覧いただきたいと思うんです。ここの石が加わることによってですね、ここへこう力の光という、影山流の名言なんですが、自分で名言つって言えば、まあ、知らないけど、こういう力の光が発散されるわけです。この白からは、この黒からは光が縮かまっちゃってるんですね。出たいんだけど光が出てこない、この邪魔されて、そういう差、つまり光と影の差があるわけですね。だからこの一発でもう白が、たとえこちらがどういうことになろうと戦えるんだというような気持ちを浮かぶと、まあ大体相当な打ち手ですね。これは勢力の第二代です。本来は手順を割愛させていただきました。一見してお分かりになることは、こちらに黒模様、こちらに白模様と、こういう対抗ですね。どちらが大きくまとまるか、少しやきもち気味でも白が勢力が大きくなるのを心配なさる方は、こちら方面先に仕掛けるのも結構だと思いますが、この場面ではこの勢力以上に黒の勢力の方が大きくなりそうなんですね。ですから当然それを拡張していくような戦法を取るのが適切ではないかと思うんです。でヒントはだいたいこちら方面なんです。黒番で次の一手どこへ打ちますでしょうか。これは少し強い方になりますとこういうところへ打ち込みたくなるんですが、ここへ、分離されてこれが心配かどうかと言いますと、これは黒が明らかに有利な戦いになります。っていうのはここへ覗きが効いてますね。つなぎます。でこういうふうに出ていきますと、黒の弱石団体はこれだけですね。白はこれとこれが弱石団体、つまり弱石団体の数が黒が1つ白は2つできますので、この戦闘は明らかに黒が有利。少し進めりゃもうたちまち答えが出ます。こういうふうにこんなふうになってボーンとこう帽子がかかっちゃいますから、もうこれが直線的に逃げられなくなって急カーブしていくわけですからね。こっちの方もまだこう煽られてくるというふうな心配がありますしね、まあ、いずれにしても弱石団体一つの方が強いに決まっていると、こういうことで、分離される手は心配ないということで打ち込むんですがね。しかしこう植え付けられて伸びて突きというふうになりますとね、こうになりますと、まあここで多少稼いでもこの勢力がこちら方面の勢力にまで影響しまして、大変白が雄大な構想がこう描けそうな、竹宮流の宇宙流ができそうな感じが、まあ、印象付けられますね。ですからここでは打ち込むところではないと思いますね。正解はこの賭けなんです。でこれはよく強い方でも一間飛びしていかれる方がいらっしゃるんですけども、これちょっと緩いんですね。これと比べると少し癇癪になるんです。この方がきついんです。ただ心配はできられる心配だけなんですけども、この出切りをビクビクするようでは互い戦じゃ打てないんじゃないでしょうか。だいたいこれはまあ見るからに黒が良さそうですから、これはまあ心配ないと言ってもいいと思います。ですからこの心配さえなければかけた方がこれよりも厳しいと、こういう見方をされるといいと思います。だからもちろん白が手抜きは押しますしね、白が押してくれば調子よく伸びていくと、こういう姿で徐々にこれを盛り上げていきますね。でこれ白を押したいんですが、押せば押すほど黒がこっち大模様ができてきますから、押すに押せず早めに仕掛けるなんていうふうなことになってきますと、この千両曲がりがまたもう魅力たっぷりですね。勢力の、いわゆるもう極地と言ってもいいぐらいの大千両曲がりですね。そういう手が打てますし、まあこの場面、こういう場面でこういう着想
が浮かぶや否やというとこでしょうかね。こういう着想が浮かぶようになるとまた一段と気力はアップされると思います。根拠の第一題です。この碁はアマチュアの五六段の方が打った碁です。黒の三連星に対して白がどう対抗していくかというところですね。ちょっと待ってください。ここでも弱い方は次の一手はっていうと当たる人もいれば当たらない人もいるといったことで、まあよくこう二律三元なんていう格言をご存知の方はここらへ急いで打ちたくなるようですね。しかしこれは白から痛烈な一発が見られますね。それですね。こういうところを叩かれると大体5じゃないって言われるぐらいひどい手になっちゃう。黒がひどいですね。でこういうひどさ、こういうとこを打たれて黒がひどいんだっていうことが意識してない方はですね、結局力の光関係がよくお見えになってないと言えるんです。っていうのは例えばこうやってこう喜んで、これで陣地になったなんて喜んでる方がいますけど、この一発のこの光ですね、これとこの光とこう比べますとね、こっちの方はここにもうすでに光がこうあるわけだ。そこへこうダブっちゃってるんですね。光がこの石はこういうふうに光が発散されますから、全然光の出どこが違うね。白の方がピタッ、黒はこうダブって2つダブっちゃってるわけですね。光がそういうことが言える。だからこういうところは絶対にもう打たなきゃいけない。もう一通り、まあこうと二通りあるんですけどね、まあこれが一番一般的な手ですね。でこれで例えば白がこちら方面へ迫ってくれば、こういうところへすぐ着眼できる人はやっぱり強い方ですね。ただしこれとても反撃されて困っちゃったっていうんじゃ、やっぱりいくらいい手だって言っても後が続かずではね、公演続かずじゃまずいわけですから、力があればこういく、力がなかったらこのぐらいで我慢していくというようなムードですね。はい、そういうことでまだ取材に入っておりません。でここがやっぱりこれを防いで当然の手ですね。問題はここですね。はい、ここで黒線、次の一手はとこういう問題です。これは実際に打たれた手はですね、ここへ打ったんですが、これは何か考え方が間違ってるんじゃないかと思うんです。っていうのはもちろんこういう手がもう褒めちぎられるほど褒められてもいい時がありますね。なぜかと言いますとね、ここへ打つことによってこういう力の光が発散されてくるんです。こうね、素晴らしいですね。この光もね、ピカピカ。そこを逆に白が打ってみましょう。今黒のこういうふうに光が発散されてたと言ってたのが、そっくりそのまま白の光に変わってしまう。もう大変な急所ですね。ですからさぞやここが良かろうと思って打ってしまうと差にあらず。こういう勢力、これは勢力の手ですね。勢いですから、勢力の重要点よりももっと重要なところがあったんですね。それはここらあたりなんですね。つまり白にここへ迫られちゃうと、せっかくのこの勢力も役立たずと、白に妨害されてしまってると、こういう見方ができる。だからこういう場面で打つのはまず根拠を確かに、これくらい固く打った方がいいんですね。三律三元でちょっと硬すぎやしないか、もっと開いてもいいんじゃないかって思われてる方は、ここでこそ白のこの手が生きてくるんです。これがもうさっきもお話ししましたね。これそれに加えてぶち込みが出てくるね。この打ち込みが強烈です。この黒が逃げ回らなきゃなりませんから、そうなるとどうしてもここへ打たるとこういうふうに守んなきゃ。そうするとさっきのこれ一手で済ましたやつを
わざわざこんな固く打って、さらにこんなことやって、もうカチカチ山みたいな固く打ってですね、そうして凝り方にされてしまうというようなマイナス点が生じる。だからうんと開きゃいいかっていうとそうじゃない、ぐっとこらえて、控えてるのも奥ゆかしくていいということでしょうかね。ただしこういうふうに控えた場合は打ち込みはありませんので、白からのこの点はそれほど光らないというふうにまた変化しますんでね、このあたりをどうご理解いただけるかどうか。根拠第2題です。手順は省略いたしましたが、黒が大勢力を張っているところへ白が打ち込んできたところですね。受けて定石を置いてですね、ここですね。まあ大方ここじゃないかなと思われたところが正解なはずなんですが、一応お考えいただきたいと思います。黒線、次の一手は絶対の一手でございます。まず当たったと思うんですが、この一手ズバリ正解でいきましょう。この一手ですね。この一手で、ここにしっかりした黒の根拠地ができる。同時にこの白の根拠地が失われてくると、大変な根拠の急所ですね。で、この一手が何目ぐらいになるか知ってる？20目ぐらいですか。20目ぐらい。まあまあいい線いってますね。これはね、25目ぐらいに当たると言ってますね。大きな手なんですね。手25目ですよ。相手から25目もらうこと考えたらね、もう震えついきたいようないいとこですね。ただこの手でプロの実戦にもできたんですが、この形の急所へ迫っていくという手もないではないんですね。ただこの手はいかにプロが打ったといってもやはり僕は間違ってると思うんです。っていうのはやはりこの根拠の急所を打たれますからね。これ先に一つこう交換して、これもまあ確かにこの白の形の急所をついてるんです。いわゆる顎という急所ですね。そして白の根拠地が失われつつありますけれども、この手が先手できますね。25目失われてるんです、これで。大変なんですね。黒がこうやるとまたこれ引かされますから、駆けつぐと覗きが嫌だしっていうのは次ぐらいでしょうか。そして下がりぐらい打たれますとね、まあほとんど目みたいなもんなんです。これはあえて、目を奪いに行けば、ここへぶつけて跳ねつげば一眼になることはなるんですけど、この交換しなわけにいかないんです。これが単にこいつけるのが筋はいいんですけどね、こんな筋を覚えるとまたろくなことありませんから、あんまり教えたくない。黒白黒白黒とこうなりましてね、そして、まあここに一眼にすることはできるんですけれども、できるからといってこのぐらいでもう非常に楽ですね。もう白が攻められるなんていう恐れは全くないくらいの、これも受けなきゃここがきついですし、受ければ将来はこの猿滑りが待ってますので。思ったほどこれが陣地が大きく取れないというようなことを考えますとね、ここに借金も残ってるしっていうようなことで、まあそれやこれやね、マイナス点の方がむしろ多いんじゃなかろうかと、こういうことですね。ですからこの場面だいたいこういう付け引きをやられた時はここへ打つのが数字的にも大きいし、この白への攻めかかりもまた非常に調子が良くなるんですよ。こういうふうにね、でこう逃げていく、追いかけていくって、もう桂まで追いかけたいですね。でこのくらいでしょうからね、こんなふうに、はい、いいですね。こう逃げ惑っているうちにこんなものを作って、こっちもこんなっててね、もう笑いが止まらないですよ、こういうのはね。だからこういう攻撃を浴びせかけて白を困らせるというのが非常にいい攻め口といいますかね。まず何よりも根拠第一、はい、それから攻めにかかると、はい、こういう順序をお忘れなく。
目標第1代です。目標というのはつまり攻撃目標のことですね。序盤のうちにそんなことを考えてていいのかと言いますと、これが大事なんですね。攻撃目標を早く捉えるということはやはり勝利への近道と言いますかね、大いに攻撃目標を捉えてほしいんです。この場面で、今白が最後にここへ打たれましたね。この手は定石じゃありませんね、はい、よくこういうふうに打つ方しかしいるんじゃないですか、はいね、これはあの一石二鳥の履き違いなんです。ここの攻撃とここの展開っていう気持ちで打っていらっしゃるんでしょうけどね、違うんですね。定石はどうでした？そうですね、これで、白の形が安泰になるんですね、はい、根拠のここは根拠を重視しなきゃいけなかった、ね、根拠を重視しなきゃいけない。それを間違えて一石二鳥とやったのが実は嘘手だったんですね。さあそこでこの嘘手を咎めなきゃいけない、碁っていうのはね、後でゆっくりとがめりゃいいなんてのんきなこと言ってられないんですね。もう相手が悪いと言ったらすぐさま捉えると、これが大事なことです。これを後でなんつってるうちには逆に白からこう帽子でもされると、攻め損なっちゃうというようなことありますね。さあそこで黒線、次の一手はどこでしょうか。これは遠藤さん実際にこういうのをやったことあります？はい、あ、やってみてください。そうそう、それが急所なんですね。随分露骨ですけどね、打ち方が、そうですそうです、こういうのが急所をついてるんですね。この白が非常にこれで、なんかもうただ逃げるばっかりみたいな根拠地失われてるんですね。例えばここプロの子でこう辛抱したようなのもないことはないんですけど、辛いですね。大変辛いんです。これこんなとこ私は打たないよと、飛び出すか千両曲がりか打つよっていう人のために申し上げますと、これは黒からね、はい、どうぞいいとこ見せてください。そうですね、これがもう絶好の急所でしてね、止める一手継ぐ一手っていうふうになりますと、この石がまあ大変な急所を生きてるわけです。でこう継がなきゃしょうがありませんが、この継ぐ手がまた辛いですね、駆け目継ぎでね。でこういうとこでもノータイムでこう繋いじゃう人がよくおられるんですけど、もっとこれひどいんですね。こうやっとけば少しでもこう影響がありますが、これは全く無影響ですからね。できるだけ相手の石にこうくっつけるようにしてるといろんないいことができるかもしれない、ね、でもいずれこれは欠け目になりますし、こう嫌ですね白。このあとまあ一間飛びぐらい打たれても、もうこれがもう逃げ回るのはもうそれこそね見え見えですしね。これを追いかけながら黒がこっちもこっちもよくしていけば、これはもう一気に勝勢定まりますね、はい、というわけで、こういう形で一つ急所を誤ると今のようなひどい目に遭っちゃうと、こういかにも良さそうなところですけど、今遠藤さんが言ったようにね、こういうふうに打たれると白はほとんど窮してしまうくらいですね、これは実はね、これ打たなければまだ救いがあるんです。これ打たないでこうやるならこれもうある程度立派な手と言えるんです。しかしこの交換一つでどうしていけないんだろうってこう疑問を抱くと思いますが、例えばこれですとね、いきなりこういうふうにこう来られましてもね、こういうふうに黒が来ましても今度はですね、飛び出すなり曲げるなりしてて、まあ例えば飛び出してみましょうか、この羽継ぎがちっとも急所じゃなくなっちゃうんです。この違いがお分かりになれば、この手の交換の時と定石が違ってくるのはお分かりになるんです。これちょっと羽継いでみましょう。これはですね、さっきと違うところはどこかよく見比べてほしいんです。こうなります。さっきの形はここで黒に跳ねられた時にですね、誰が打ったって跳ねるところをね、誰が打ったってこの形で跳ねるところをわざわざこういうふうに打ったと同じですから、いかにこの先に桂馬とこれの交換が悪手であったか、ここへ来て明らかになるんですね。
だからこういうつまり一石二鳥の手で打ちたい場合はこの滑りを打っちゃいけない、これはぜひ記憶していていただきたいと思います。目標第2題です。これも手順を省略させていただきました。この布石時代に目標なんていうのがあるのかどうかってこう探しますとね、ここにいますね、目標物がね。これをどう攻撃するかですね。目標は分かっても攻撃の仕方は分かんないんじゃ何もなりませんので、この攻撃を当てていただきたいと思います。黒線です。目標はこれなんですけれども、どう攻めるかというね、例えば一間飛びなんかしてたんじゃこれは攻めたということになりませんね。攻めは一間なんて言いませんもんね、はい、攻めは何でしたっけ。桂馬です。そうですね、攻めは桂馬。桂馬っつってもこのトンチンカンの方打っちゃいけませんね。目標に向かって桂馬すると、こういうことですね。でこの攻撃によってこの白が逃げないわけにはいかないです。例えばこれでほっぽってこの辺へもう一発撃たれたらとどめを刺されちゃいますから、これは大きいことになっちゃいますからね。だから当然逃げるんですが、逃げる手がですね、ツケぐらいのもんでしょうね。と攻めてみてくださいそうですね、でこうですね、それで一気に来るか元へ戻すかですね。そうやればまあ本手ですね。これはもう自分の弱みをがっちり防いでゆっくり攻めよう。だからこの碁っていうのはただもうわーわーってこう押しまくっちゃうだけでもいけないんですね、はい、押したり引いたりと、押してダメなら引いてみようなんて言葉があるけどね、まあこういう押しこう引き上げるということも非常に大事なことでね。でまあ当然ですがこう曲げて、そこへまたこれ先ほどの例と同じところが出ました。こんなところで一間飛びだとか、緩んだ手打ったらもう何のために攻めてんだか分かんないようなことになっちゃいますね。さあそれで来る手はそう、それで跳ねたいんですが、跳ねて切られてどうかってことがありますけどね。まあ切られても打てないことはないでしょうかね。まあ跳ね切られてが少し怖いんですけどね、まあ仮に跳ねて怖けりゃ飛ぶしかないんですけど、飛ぶと惨めなことになりそうですね。そうそう、これでぎられちゃかないませんね。こうさらに来そうですね、これは。ああいいとこへ来るね。これで白参ったっていうぐらいですね。まあ死ぬことはないでしょうがね。でもなんだかこれどうやって死ぬんですかね。とうわ憂鬱ですね、どこ打っても。まあ、仮に生きたとしましょう。まあ死ぬこともないでしょうから、まあ、生きたと仮定しますが、生きている間にこのなんてこの5手ずつ打った石を見ていただくとよくわかります。ただうわーって逃げてっただけですね。こちらの黒見てください、このいいことね。えこれだけ攻めと守りとの差が出てるんですね。だからこういう攻撃目標をいち早く捉えて一気に攻めかかれば、勝負というのはその一瞬にして決するというぐらい、まあ碁も険しいところがあるということですね。だから碁は道中が長いんだし、あっち開いたこっち開いたって言っている人がいますけど、そんな悠長なもんでもないんですよね。もっとこう一気に行ってしまうという場面があるもんです。はい、そういうところを皆さんも一つ学んでいただきたいと思います。方位の位置です。こういう布石もプロの碁でもよく見受けられますね。だいたいこの白が割り打ちする方が多いですけどね、はい、これは黒がやはりこちらと比べますとね、少しここがいいですからね。しかし白もいいですね。
で当然という感じでこう突入していったんですけれども、難しいですね。こういうところに入っていいもんかどうかっていうことが難しいですね。本来はあんまり切っちゃいけないような気もしますけどね。そこまでですね。ここで白番という、今度はね白番の問題になっておりますけれども、方位というのはやはり先ほどの目標の延長をされたもんでしてね、攻撃目標を捉えた方位せよっていう、こういう感じですね。まあ囲碁というのは囲む碁と書きますからね、囲碁囲む碁を打つと大体本来の姿なんです。囲む碁、囲まれる碁を打ってる人がよくいますけど、これは碁を打たされちゃってるんです。碁を打ってるんじゃないんですね。相手に打たされちゃってるんですね。ですからここで白包囲していくところがあるかどうかって探しますとありますね。そういうことなんです。果たしてどこへ打てばいい包囲ができるでしょうか、こういう問題です。さて当然ながらこの黒に目標を定めなければいけませんが、包囲する一点といえば、まあ大体見当つくでしょうね。これは、はい、何級ぐらいの問題かっていうぐらいでしょうね、はい、段の問題ではないように思われますが、もしお分かりにならない方がいたとしたらよくよくですね、やってください。まあこの一手ですね、ここがもうちょうど中心点で、こうでこう包囲されたから黒が死ぬかっていうと、そんなことはございませんでね、簡単に生きられますね。ちょっと生きてみてください。こうやればもうこの手とこう見合いになってますから簡単に生きられるわけです。だこういう手が3日ないと死んじゃいますね、はい、だただこういう風に打てば、当然今こちらへ遠藤さん打ちました、確かにこうねこの手を加えることによってここが白模様じゃなくて白地になってしまうのが大変な値打ちですね。で跳ねて押さえてという風になって、でこういうのを次の一手って問題出しますとね、多くの方がこうやって目作っちゃうんです。これはね詰め碁なら正解ですね、けれども実戦では大変な、これは損な手ですね。同じ生きるんでもこういうふうにね、少しでもたとえ一目でも儲けるような手を打たれますとね、でこの自分の地が一目増えてるだけじゃなくて、将来ここが白地になった時にこういう子が入っていくという楽しみもできます。この方ではねこれまで白に打たれてしまう、だからこういう生き方しちゃいけませんね。必ずこう少しでも儲かる生き方をするようにしましょう。でここをついででまあ利かすと、こういうふうに惨めですね。だ詰碁なら正解、さっきも言ったように、けれども 1,2,3,4,5,6,7,8 手も使ってたった3目ですから、一手の値打ちが一体どのくらいにあるかということを問われたら、もうなんだか頭にきて黒は碁打つ気しなくなるんじゃないでしょうか。だから碁っていうのは行きさえすればいいんだなんて単純なものじゃないです。これはもう勝負あったと言ってもいいくらい白が優勢ですね。もう大変なもんですこれは。でこれがもう敗因のもう第一に挙げられる。だからこの場面ではですね、この手が敗着ですね。どこへ打つんでしょうって言えばもう決まってますね。敵の急所我が急所、ここへピュッと飛び出していればもう絶対包囲は食らわないでしょう。しかもこれが逃げていけばこういう手も楽しみは残るし、この辺もというふうにいろいろね、出ておけば包囲されないでいればいろいろ楽しみもできてくると、こういうところですね。包囲されないように注意いたしましょう。包囲の第2題です。本題はやはり手順を省略してありますが、主眼とするところはここなんですね。白がここへ打ち込んできたところですね。これだからこういう陣地作ってここが黒地だなんて思っているとこういうところへ入られて頭へくるんですね。こういうのは大体地だって思っちゃいけないんですね。じゃあ何だって言うんだっていうと、これはやはり黒の勢力圏っていうふうに見てなきゃいけないと思います。だから
こういうところに入られても自分の字だと思ってると頭いきますよね。だけどこれが自分の勢力圏と思ってれば、相手が入ってきた時にやれ嬉しいや攻撃目標ができた、どう包囲してやろうかって、こういうふうな非常に高回転に順序が進むわけです。だからこの時点でこれをどう思ってるかによって打ち方がガラッと変わりますしね、正しい考え方になってるかどうかすぐ分かるわけですね。これをだから例えばですね、枠例をまずお見せしますと、こういう手を使っちゃいけない。こう立たれていかにもこう相手を攻め上げてこういうふうに調子よく見えますが、一番第一の目標である包囲からかけ離れてるわけですよ、これはね。そのために白に楽に脱出されて、かえってこの黒の方が嫌な思いをしたりするわけですね。さあそこでこの形でどう打てば包囲できるんでしょうか、これをお考え願いたいと思います。これをどう包囲するのかお分かりですか失礼かな二通りありそうですけども、まあ常識的にはなるほど、そういう方もありますかねそうですね、そっちですね。こちらではまあこういうふうに顔出されてきてもちょっと捕まりませんね。ねえ、ちょっと捕まえにくいですね。だからこう襲いかかっちゃう、当然出られますね。ちょっと読めないと大変ですが、こう跳ねて、まあ切るのが筋がいいんですね。これがどうやるかっていうとちょっと難しいんですよ。まあこういうふうに打てればもう最高なんですけども、こう突破されて大丈夫だろうかという心配があります。どうなるんでしょう。僕もよくわからない。こういうふうにどんどん出てきてね。そこでまあこうやれば硬いんですけどね。その前にこう切ってみたいような気もしますね。しかしまあ固くこうやりましょう、この方が分かりいいからね。これでもう白が逃げてきてもこうやって逃げてくれば、こうやって止めて白黒白黒白黒っていけば一手すき市長で取れますから、はい、安心ですね。そうするとここ突破されてこっちが大丈夫だろうかという心配があります。どうなるんでしょう。例えばこの辺りへ打たれてきて、まあ、こういうのはね、もうどれもこれもよくしようと思っちゃいけない。これだけ儲かったんですからね。包囲という一つの目標は見失われておりますけどね、これだけの収益が上がればね、包囲しなくてもいいんですよ、はい、今度はこの黒を御用にならないようにこう例えばつけ、こんなもんでしょうからね。で例えばまあこれはどういう手がいい手か分かりませんが、まあ第一巻でいけばこの辺りへさらっと逃げておけばね、捕まりさえしなければという、そういう考えでこの収益、そしてこれが脱出、こういう感じで打ってればもう十分すぎるくらいこれで利得が上がってるんですね、はい、さあそこでもう一つの心配、こう跳ねましたね。そこでこういう変化球を送られたらどうか。こういうのでね、もうこればっかりに目標を絞ってるとこういうふうに取りに行きたくなりますが、跳ね継ぎなどがこう来ますとね、この黒がおかしくなっちゃうんです。これは取れるかもしれないけどこっちがおかしくなっちゃう。黒白黒白とこうなってきましてね。そうそうそう、まあ横ですか、はい。でこう出てきましてね、止めて切りと、これ切られて取られちゃいますからね、すぐしかない。でこんな風になりますと、さあこれはここで儲けたのとこう失われたものと比較しますとね、これは黒の方が大損害ですね、はい、そういうことになっちゃうんですから、うかつにこうこれさえ御用にすればいいんだという感じでいるとこういう目にあっちゃうんですね。こういうのはだいたい覗きにつがぬなんとやらで継ぐで、こうやって生きられちゃうじゃないか。いいんですよ、包囲すりゃいいんです。もう生きる死ぬなんて二の次で、まあこうやればかろうじて白は生きておりますがね、ここのところの黒陣営を破って白地にして生きてるんだから、白がさぞ儲かったと、こういうふうに思われる方が多いようですがね、この前にもお話しましたけど、この影山流力の光をもう少し重視していただきたいんですね。でこれは実はこの
光をどう生かすかっていうと、これを利用してこういう陣地作ろうっていうんじゃないんです。こういうところへどんどんぶち込んできましてね、つけて跳ねてこういうふうになっていけば、もう白が大ピンチになっちゃうんですね。これはこういうふうになって大ピンチです。これは生きるかどうかも定かじゃないぐらいね。そういうふうにこの厚みを利用してバーンと向こうの取り返しを図る、こういうような打ち方ができるようになると、まず三段以下なんてことはございませんね。はい、そういうことです。以上で序盤7つの施策話し終わりました。これから皆さんがなさなければならないのは、これをここで覚えようとしないで、体に染み込ませるようなそういう勉強法をしていただきたいと思います。それにはこのビデオを繰り返し何回もご覧いただくということが、もう最大のポイントでございます。